新たなるソードブレイブの情報をつかんだ剣たちは、貧しき者の嘆きに満ちたアトランティアを後に、氷の大陸ザムーラへと向かった。白き騎士の伝説、天空の光剣クラウンソーラー。真っ白だな、ザムーラは。シュガーをまぶしたみたい。目的地に到着。お、誰かいるでござるよ。はいはい、どいて。我らや。山吹社長。みんなザムーラに着いたかな。どうして一緒に行かないの？ハクアのふるさとなんでしょ。こいつの在庫がなくなったら帰るさ。ザムーラで何かあったの？どうしてそんなことを聞く。知ってるんでしょ、ソードブレイブの隠されてる場所。だってザムーラの話が出た時、君変だったし。連れてってよ、そこに。僕が？あそこに？無理無理無理、それは絶対に無理。幽霊？白き騎士の城塞には幽霊が住んでいて、伝説のソードブレイブを守っている。その土地の人は信じてるのだ。幽霊、拙者全然怖くないでござるよ。ダメだ、びくともしない。証の扉と言われているのだ。ここは拙者にお任せあれ。なんとも怪しい仮面忍。必ずやどこかに仕掛けがあるはず。二人とな。おう、敵中でござる。やったぜ、ハガクレ。すごいのだ。おわっ、おっちゃった。引っかかったようだな。誰だ。あなたはルベル・コールリッチ、考古学者だ。調査？白き騎士のことをちょっとな。だが扉が開かなくちゃ話にならん。主の力を受け継ぐ者にのみ扉は開かねんと記録にはあるんだが。主の力を受け継ぐ者。白き騎士とは何者なんだ？英雄バルガス、かつて戦いに明け暮れる世界を救おうとした光の白きソードアイズだ。誰が何と言っても城塞の中に入るのだけはごめんだね。どうして？お宝があるって聞いて忍び込んだことがあるんだ。そしたら出たんだよ。何が？幽霊だよ。幽霊？誰もいないはずなのに突然変なのが出てきて僕を捕まえようとしたんだ。それでどうしたの？逃げたさ、何もかも放り出して。だから絶対中には入らないからな。あんたザムーラなんか来たくないって言ってなかったっけ？別に来たくて来たんじゃないさ。じゃあどうしてでござる？それはスオーに説得されたの？スオー、何と言って連れてきた？どうしても行く気はないの？ただじゃやだね、こっちとら商売だし。でもお金なんてないよ。あ、僕の秘密を見せてあげる。秘密？なんだよこれ。僕の魂。お前、人間じゃなかったのか？僕が壊れたら白亜にあげるよ。こいつを。魂をやるっていいのか？ベリー無茶な感じ。そんなことより知ってた？白亜お城に入ったことがあるんだって。な、本当か？どうやって扉を開けたでござる？別に普通に開いたけど。会えて嬉しいよ白亜君。俺はルベルだ。早速扉を開けようじゃないか。勝手に話を進めないでくれる？硬いことは抜きにして学問の進歩にズバッと協力よろしく。うわっ、無理無理。なんででござる？白亜は幽霊が怖いんだ。やはり本当に出るでござるか？怖がることはない。白亜君は白き騎士の後継ぎなんだからさ。え、僕は後継ぎなんかじゃない。とぼけるなって。そうじゃなければ城塞に入れるわけないだろう。違う、僕は
ということはあれだ。ズバリ、君は光の白きソードアイズ。違う。これが証拠だ。一度ならず二度までも。それにしても白亜がソードアイズだったとはな。この国ではソードアイズは不吉とされているんだ。だから特殊なメガネでずっと隠しながら生きてきた。これが白き騎士の部屋か。じゃあ行こうか。嫌だ。男なら恐怖と戦えよ。白亜、分かったよ。光の白きソードアイズを確認。詳細運営システムを再起動します。出た。幽霊でござるか。来るな。バカ。平気だから見とけって。お待ちしておりました。私は羊戦士セルジャー。ご主人様のお名前をお教えください。ドロイド？ブリンガーよりもさらに旧式だぞ。僕は白亜エストック。名称を確認。白亜様をバルガス様の後継者として登録いたしました。僕はそんな奴の後を継ぐ気なんてないから。白亜様はこの城塞と共に白のドロイド騎士団、伝説の鎧、そして光の白きソードブレイブ、天空の光剣クラウンソーラーを受け継がれます。さらに黄金の夜間、その魔法の力でソードブレイブのロックを解除。バルガス様の志を継ぐ者の証、お受け取りください。志なんて知らないよ。悪いな、考古学者ってのは真っ赤な嘘だ。最初からこいつを狙ってたのさ。盗賊だったの？まあそんなもんだ。侵入者を確保しなさい。じゃあな。あ、待つでござる。なんだ？ハクは閉じ込められた。冷た、氷だ。白亜に何をする。あなた様は白亜の仲間、剣だ。ご安心ください。ソードブレイブが戻るまで白亜様を保護します。コールドスリープ開始。やめろ。ここから白亜を出すんだ。お断りします。剣、型は古いが俺もカードバトルドロイド。バトルを挑まれたら決して拒否できない。だったらバトルだ。ソードブレイブ！行くぜ！ゲートオープン！解放！返してもらうぞ。剣様、ここで白亜様と共にお休みください。は？世界は広く、時はあまりに少ない。ソードアイズが揃うまでの長い年月をここで眠ってお過ごしいただきたいのです。バルガス様の悲劇を繰り返さぬためにも。悲劇って何があったんだよ。キグナスは新規霊馬店員を召喚させていただきます。